この動画は、ルール説明を含んでおりません。初めての方は、概要欄に説明動画がありますので、そちらをご覧ください。まっちゃ、れんちゃんです。いつもご視聴、コメント、高評価、本当にありがとうございます。はい、ということで、前回、ランダムダイスやった時に、初期でどこまでいけるか挑戦してみたっていう動画を上げたんですが、それの、今回は強化版をやっていこうかなと思います。主に変わったのが、雷の電気のやつですね。これと、風のサイコロと、そして、はい、毒のサイコロが変わりました。毒のサイコロは、感染のサイコロ。まあ、毒ガスが、生成されるということで、強化版じゃないかなということで、こちらにしました。で、電気はまあ普通に電気ですね。一番最初に紹介したやつですね。で、あと、風のやつが強風に変わりました。これで、いきたいと思います。これなら15超えられそうですね。行きましょう。さあ、韓国の方、よろしくお願いします。ということで。さあ、今のところ大丈夫そうですね。さあ、爆発と感染で、全然前に進めなくなってます。お、ようやく強風来た。さあ、爆発王子ですね。さあ、ここは強風が出てきてほしいが、どうでしょう。爆発。強風があと2個ぐらいは欲しいですね。今のところ大丈夫そうですね。さあ、爆発レベル上げましょう。いい感じですね。さあ、強風レベル上げて。感染合わせて出します。爆発レベル上げましょう。さあ、300超えたので、ここ2個上げちゃっていいかな。さあ、そろそろ難関のウェーブ15が来ますね。さあ、波じゃない。強風。上げていきましょう。ちょっとかけますか？お願いします。ああ、爆発か。ちょっと爆発減らしましょうかね。よし、こんな感じで。さあ、超えられるか。お願いします。頼む。
いける。お、いけるぞ。よっしゃ。なんとかちょっと変えることで15突破しました。さあ行け。さあもっと爆発させろ。無理か？無理だ。はい、ということで、中身をね、真ん中のあたりのやつらをちょこちょこっと変えたら、15突破して17まで行くことができました。いや、いいですね。ここちょっと変えるだけでもいいので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、今回はここまでで終わりにしたいと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄にツイッターのリンク貼っておきますので、フォローぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またね。